今日は緊急緊急特番緊急特番で今日初の日本撮り日本撮り,日本り <laughs> でワクチン後のさ痛み流しやったじゃないこの間ヘ、はい、ルバーとかうん帯状方針とこれいっぱい来るわけね 帯状ほう疹も神経ブロックと血管リリースやった方がいいんだけどさまあこれは2回やったからね、はい、でシルバーもやったでしょ、はい、シルバーねうんまあいいよ、これをねで今度「郷物が結構いるんで調べたらさ郷仏<ー> ワクチンと後、うん、だから心筋炎とかあるんだけどだけどさ、はい、内科行っても何にも異常ないんだけど胸が痛いっていう人が結構いるんだよね調べたらね。結構いるんだよ。うん、そういう人はさもうほっとかれちゃってさ、うん、でそれもねまあ同じような治療法でいいんだけど、はい、まあ症例でね胸部痛でさお痛い痛いっつってさワクチンにあった後痛いんで、うん、で循環器行ったんだけどさ、うん 何もないわで筋肉の痛みとか言われてんだけどさ本人分かるわけだ普通の筋肉痛みじゃないってずっと痛いんだからさ何にもしてないしっていう患者さんが来てでこれまあ帯状疱と同じなんだけど筋膜面ブロッコやりのこれ帯状疱疹の人だけどさこれ簡単だからここにあってるいいんだからさ。 レトロラミナールブロックね私前「隙間ブロック」って言ったんだけどさ「レトロラミナールブロック」って言ったらなんかかっこいいよね隙間 <laughs> <laughs> ブロックなんかねでこれやってあとこれ内胸動脈、はい、内胸動脈ねこれは先生高さは厚い、ね、厚々うんでこの痛いところがあるじゃない でその辺大体さ押して圧あるからで2か所ぐらいかな、はい、ああ内気動脈やってまあこれリリースはさ、まあ、こ,こ,ここにズボっといかないようにね、はい、だ慣れない人はちょっとさ離れたところからやってもいいしで内気動脈をやるとこれだから体状疱も同じパターンだよね。はい、ねこれ。 帯状心も胸部多いじゃないだからレトロラミナラブロックやったりあと肋間神経ね肋間神まあ肋間動脈なんだけど、まあ、両方一緒に走ってるから肋間動脈周囲やって内胸動脈やるとかなりいいよね、はい、でこのシルバーやったでしょこ,これもやっぱここなんだよポイントはシルバーのこのさ回旋動脈とあとこっちね、はい、スカプラルアル,アルテリト、はい、うん とということでさ、ワクチン接種後の痛みはやっぱ血管の痛みじゃないかと。うん、でこのねこれ決めました。はい、ペリバスククルファッッショジェニこれえー、学術局長のさ小林先生とかも話し合ってね。うん、でこれ面白いのはさこれね。 まあ血管があるとするとさここ自体も周りねこれ血管出すのここ自体で周りのファッシャーに発熱あでしょで狭くなってくる虚血の痛みもあるわけさだから二重に効いてる可能性があるんだようんだからその辺これから研究なんだけどだから血管周囲のファッシャーっていうのは面白いんだよね。でこの血管周囲のファッシャーっていうのはこのワクチン後の疼痛に効く可能性。 もっと言うとワクチン後じゃなくてさいろんな痛みに効く可能性がある。ということで「血管リリース」のシリーズはどんどんいきますからいっぱいあるからね毎日ね最近新しいところさ発見してるからね間に合わない。どん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 出しますからね。ままたたよろししくお願いいす